3秒クッキング今日はエビフライです。3秒でできる作り方を紹介します。材料はエビ6尾では移動します。これをつけてください。卵はあらかじめ溶いて入れます。小麦粉は入れすぎに注意してください。エビは丁寧にレーンに入れます。あとはボタンを美味しいでしょ。おさらいです。ご自宅で行う場合は十分ご注意ください。